東伏見リーマン G のスタジオにやってきたぜ。これからレイ君と駅で落ちちゃうって感じでよろしく。あ、すげえ自動じゃん。お邪魔します。よろしくです。イエーイ、今日はヒーマン G のスタジオに来てるぜ。ヒーマン G ファットキッチンスタジオ。イエーイ、I'm ヒーマン G。 イエーイ、イエーイ。ダーティーレイだぜ。今日は頑張るよ、レコーディング。イエーイ、レイ君たまんないね。そしてレイ君ピー、そしてピー。それまで持ってきてくれてありがとうございます。そしてファーストもあるぜ。チェックしてくれよ。お願いします。クマです。こんな感じの2014年何月でしたっけ。今日8月23日。これからレコーディングよろしく。だいぶいい感じに。今日は何しに来たんでしたっけ。今日はヒーマン陣地に飲み来ました。飲み来ました。もう今日本日レコーディングするのにもうすでに3杯目入ってます。3杯目入ってます。4本目だっけ。でもやることはやります。これ結構防音がっつりやってますよね。若干吸音的な感じで、はいはい、すげえな。いいな。モニターがこれ何インチですか。これ32インチ。すげえ。でも普通のテレビをそのまま。あ、そっか。でブースが、うん、もうざっくり。すごいですね。結構レコーディングとかって結構そうですね。最近週3ぐらい。マジですか。ラッパーとかが、ラッパーとかシンプルとかそうですね。もう R&B とかのが強いかもしれないですね。どっちかっていうとその結構跳ねた感じのヒップホップのビートよりもこう思ったるいというか感じの方だったり、はい、R&B とかもやっぱこうメロディアスな、うん、結構がっつりダンスっていうよりかは、うん、NP とかでも聞かせるような感じが多い。うん、なるほど。チェックワンツー、うん、チェック。Yeah、チェック。東京でもちょまいな、俺のフードはハムラ、ここでのサバ。レイ君のレック終了、とりあえずバース通り終了、次は俺。No、俺のバッサー、夜な夜な決め込みマイク。の T1976 いつでも。お願いします。T1976 マジクリダースのくたなるバーと夜羽のバースでやかけシラフジェラーネからかくらう酒。東京でもちょまいな俺のフードハムラの